品を、さっさと殺してしまえば終わりの戦い。だけど技術の究極系であるがゆえに、劣悪で劣勢に追い込まれたこの状況であるじ様がどう対応するのか、どんな技術と変化を見せてくれるのか。見てみたい、目をつぶした君はどうこの状況を覆す。考えろ、もし俺の目をつぶすだけで俺が沈静化するとわかれば他の連中は絶対に目を狙う。これから先の戦いで致命的な弱点を相手にさらすことになるんだ。そもそも目がやられたからもう戦えませんって大事な戦いの場で諦めるのかよ。違うだろ、命がある限り、戦い続けないとダメだ。こうや感じだけに頼るな。さっきは、後進、を使って逆手を取られたんだ。なら次は別の方法で相手を探らないとダメなんだ。小出しはダメだ。まずは出すもの全部出せ。だが単調ではなく。わぁ、最大値50兆だった最大オーダー量が上がってる。さっきから全然オーダーを満足に扱う場面はなかったし、どう使うのかな、それとも満足かな。まずは一気に吹き飛ばせ。一本。オーダー量と力学を混ぜた能力技か、必要で一気に壁に押し潰そうって今回かな、それとも私の動きに何らかの影響を与えたいのかな。全部全然、法則支配、一本。私の能力、前期前生、私が見た技は全て模倣する。そして模倣した技の熟練度を即座に最大値まで上げ扱う。なお、対象には限りがなく、私が取り込める前期術が私の技術として完全に消化される。そして私の前期前生で暴かれた能力から全ての特徴、その成長過程、あまたの完成形を即座に理解、再現可能。つまり、君の技は全部私の糧となり、無力と化す、能力法は使えない。使えば私が逆に支配して君を圧で殺せちゃう。まあ、一方というか、法則支配くらい持ってるけど、どうせならあるじ様の特徴を持った法則支配を覚えたいよね。あるじ様の手だけで十分価値はあるよ。なんだこのまとわりつく攻撃は、まるで接着剤でもついてるのかって思うくらい全然離れない。私にとってはすごくたやすく量産できる。完成度も高い。そしてこれらの恐ろしいところは、連鎖反応、オーラをバカみたいに放てば誘発して爆発する。そしてそれらの影響からまた他のオーラ玉が爆発する。その連鎖が起これば私以外はただじゃ済まないだろうね。見境なくオーラを出すな。しまえ、単純な質量に逃げるならこっちだって質量で抑え込むよ。そう、一つ一つが凝縮されている爆弾、迂闊にオーラで対処することもできない。しかも探知妨害もしっかりと。そう、黄色いやつよりも厄介だ。技術がある分勢いでどうにもできない。相手もそれだけはさせないという思考がひしひしと伝わってくる。なら逆にオーラがないところが3つ、適応してやる。相手の思惑のまま終わってやるもんか。もちろん、この笛も忘れてもらったらダメ。この笛は周辺の気配を弱め、笛に直接干渉している対象物の気配を完全に消す。主様が考えることを先読みしてこの笛をあえて転がせてたんだよ。私の気配を消して攻撃予測をさせないためにね。まだまだ弱いね。現状私の方がステータスだけにただ弱い。だけどそれ以外の差が全こっち。進行で能力を抑えても技術はすでに身に増えているものだからまた、そもそも能力なしでも技術を得るのは容易。あくまで短縮や情報を得るために使ってるだけ。身体的制限をかけても無駄。技術を使えなくすれば主様自身にもその悪影響を受ける。オーラで負け、能力で負け、脚力で負け、これではどれを抑えても私を止められないね。出血が多すぎたかな。あとオーラを常に大出力、冬のようにタイになっちゃったのかな。でも近づかないけどね。ごったり陣になるまでは油断しない。一撃で終わらないよ。ごったり陣、完全な密戦になるまで撃つのをやめない。両軍で密体を破壊して、上空で散らばった密戦を引くわ避けた。としても範囲攻撃で追い打ち、抜かりなし。手を折ると思うなよ。一撃目で避けたの見逃してないんだよ。わざとオーラの気配を強くしてタイミングを見て対象にして気配を消して避けたのに。と呼ばれる技術だね。知ってか知らずか。でも不意打ちを私に当てるしか主様には勝ち筋はない。想定するには容易、イージー問題だよ。よりも十分取った。今の主様の遠距離は存在しない。そして私はいつでも主様を殺せる。保険も十分張った。そろそろ主様は気づく。あからさまに気配がないところに私がいると。だから逆に気配を出して着弾させる。したら返り討ちだし、騙されてくれたら死滅。もう主様のターンは来ない。もう罪だよ。
ここまで完全に追い込まれたのは初めてだ。ある種芸術を感じる。俺は敵ながら尊敬の気持ちを抱いてしまった。この勝負は負けてもいい。だけど一度くらいは殴っておかないと気が済まない。勝利にこだわらない。圧倒的格上の挑戦。意識が変わった時、自由が芽生えた。別に負けてもいいならこのオーダーくれてもいいや。せいぜい一番遠くから連鎖を起こしてくれや。偶然か、一直線でこっちに来てる。リアルジ様の飛行機に私が自分のオーダーで攻撃を受けないの知らないから、私も爆発に巻き込まれないように逃げてると思ってるのか。さあ、これで勝手に追い詰められて終わり。残念だったね。あいつは俺の行動を見てる。そもそもトライオンなんて考えてねえよ。戦うから絶対に勝てない。ずっとそうだ。セオリーはもちろん、相手の背中で戦っても絶対に勝てない。なら俺ができることは、傍から見たら無謀と呼べる策を選んで相手の想定から外れるしかないんだ。無謀を使って、あのクソピンクに届くだけのガードを俺に。オーラ技術で撃撃、オーラを体全体にまとって支持力を上げる技術で、オーラの波を一切立ててはいけない。像を振るには多少なりとも訓練が必要となる技術。それにあれは自己治癒を行う技術で、初歩は傷口を自然より早く閉じる程度だけど、熟練者となれば治癒も容易だけど、消費が激しいような技術。両方とも教えていない技術。まさかこの状況で自ら考えて。これが主様の成長。ミユ様も主様の成長に期待するわけだ。ここで何往復もすればきっと主様は地球程度なら負け知らずの強者になっている。主様にとってこの環境はすごく合っている。私はミユちゃんよりも主様優先。ミユ様の策に乗った以上、必ずここで主様を任したい。特別、本当に特別。技術の究極系にしか扱えない飛行の一撃。その名は圧倒し、効果は吸引爆発。エリア一帯のものを見境なく全て吸い込み、許容量満たすと大爆発を起こす。大爆発を起こしてもオーラが粘着性と遮断性を持ち、爆風の中から抜け出すことも不可能。爆風の持続率も高い。長い時間苦しめるためだけの技。確実に殺す。やっと居場所がわかった。すげえ、全然仕組みがわからない。こんな複雑で繊細なオーラに触れたのは初めてだ。こんなにも奥が深いのか、オーラってやつは。あの爆風エリア外に出ておけば、全てが終わる。灰になれ、そして永遠にも感じるほどの熱風でのになれ。楽しかったよ、主様の成長も見えた。まだまだ甘いけど方向性も理解した。次も頑張ってよ。認めたくないけど、セラッチは獅子のくせに私よりも強いよ。あの子は本当に実戦だと嘘みたいに戦いにくい。私の策略を赤子の考えと言わんばかりに翻弄する。間違いなく英知の究極系の素質を持っているからさ。勝ち誇ってんなよ、ピンク野郎。なんでそこにいる。なんでかな、喋ったらお前ら情報共有するだろ。風砲と自然砲か。風であの束縛エリアを抜け出し、自然砲で生み出した風で熱風を退けた。いや、それだと私の居場所を突き止めた理由は、こいつ、目が開いてる。まさか私のドクト傷を治療したのか。いや、でも最後目が開いてなかったのに。これは確かに怖い。得体の知れない成長。あの戦いで無からどれだけの技術を考え、実行に移し、成功させたんだ。もし私がもう少し様子を見ていたら負けていたかもしれない。よかった。ここで終わらせておいて本当によかった。私はことかちゃんに全てを奪われた女。そんなことないですよ。せっかちゃんだってかなり優遇されてますよ。地球での婚姻相手に選ばれ、圧倒的ヒロイン力、唯一外からしっかり告白された勝ち組。これを負けと言わずして、なんというか。それは、そうですね、それを否定したら他の人に失礼というもの。そうですね、そう考えると私、勝ち組かもしれません。負けないもん。後の隣、パートナー枠だけは死んでも譲らないもん。せっかちゃんも十分に勝ち組だと思う人は次回も見てくださいねー。